9月3日、北海道の主婦とみられるツイッターユーザーが、ファッションセンター島村の従業員2人が土下座をしている写真をアップ。そこに写るのは、売り場の床に正座し、手を膝の付近で合わせて、深々と頭を下げる2人の女性店員。従業員の商品管理の悪さのために、客に損害を与えたとして謝罪する、島村苗穂店の店長代理、デブと平社員。土下座させるお客様すごいすごすぎる怖い怖すぎると書き込んだ。きっかけは、店で購入したタオルケットに穴が開いていたという件である。店に来るのに使った交通費を返せ。金。幼い娘の目の前で店員に詰め寄り、対応した店員2人に土下座させて写真を撮った上、自宅まで謝罪に来るよう言った。この土下座写真をインターネット上で公開した直後、匿名掲示板では店員を土下座させたクレーマーがいるという噂が広がった。ここまでは近年多発しているネット炎上事件と全く同じ展開だった。だが事件は意外な方向へ進む。10月7日、店員からの被害届を受けて、なんと警察に逮捕されたのだ。逮捕されたのは北海道在住の青木まりこ。ネット上には、こんなモンスタークレーマーには同情の余地もない、ざまあみろなどという声があふれた。青木と同じアパートに住む男性は逮捕を伝えると驚きつつこう話した。あの人は今夫と別居して娘と二人暮らしですが、急に怒り出して娘を泣かせたり部屋の外に出したり、激しいところはありましたよ。半年くらい前には子供を叱りつける声があんまり大きいからパトカーが駆けつけたこともあった。でもまさか逮捕されるとはね。店員を土下座させ、さらにそれを写真に撮って不特定多数に向け公開するという行為は明らかにやりすぎだった。この青木という女は確かに悪質なクレーマーであり、強要罪は立派な犯罪であるため逮捕されて叱るべきであるが、実はこの逮捕に関しては様々な背景があった。というのも、この青木、逮捕される前にすでに本名、住所、家族構成、年齢、生年月日、子供の名前、顔写真、車の車種、職業が事細かに暴かれていた。暴いたのは日本版 CIA 2チャンネル上にある既婚女性版の住人、通称鬼女の方々である。青木は自分から土下座画像をツイッターにアップするという自爆行為を行い、ネット界でのいわゆるお祭り状態となり、さすがに騒動に気づいてアカウントを削除したが、時すでに遅すぎた。つまり逮捕されたのはネット上で先日した炎上騒ぎとなり、ネット主計が過熱し警察も動かざるを得なくなったのではないかという見方が強いのである。このネット上における鬼女と言われる方々、なぜこんなに実績と力を持っているかというと、会社員と違い昼間に自由な時間があること、ニートと違って行動力があること、学生と違って活動資金を持っていることなどが挙げられる。ちなみに鬼女というのは既婚女性、既婚女性、鬼女、鬼女が由来である。また結婚前にバリバリと様々な仕事をしていた人たちがいることから、誰かが情報収集や突撃に必要なスキルや知識を持っていること、さらに会社や子供の付き合いでリアルなネットワークも兼ね備えていることも挙げられる。早稲田や慶応といった高学歴の人も多い。そして何より暇を持て余しつつ、常に家庭内の問題やご近所トラブルなどでストレスをため込んでいることが、鬼女の方々の最大の原動力になっているようである。特定作業に勤しむ鬼女の方々に対し、部外者からお前らこんなことやってないで家事やれなどと誹謗のレスがついても、今日はカレーよなどとスルーできるスキルも持つため、煽っても意味がない
つまり無敵である。この事件において、そもそも逮捕されたのは島村側が被害届を出したからである。しかしネット上に土下座強要画像をアップしてしまったことで、逆に自分が全てを晒す羽目になり、特に職場等が発覚してしまっているため、今後仕事を継続できなくなる恐れもあり、罪に対する代償があまりに大きい、なんとも恐ろしい社会制裁である。土下座を無理やりさせると強要罪が適用されることは、この事件で国民にもはっきり分かったが、この事件以降も悲しいかな同様の事件は起こっている。代表的な例は2014年12月6日深夜に滋賀県内で発生したボーリング場土下座事件である。ボーリング場を訪れた舗装工寺賀隆也と2人の未成年女性が、30代の女性店員に年齢確認を求められたところ逆上。前に来た時はそんなこと聞かれんかった、未成年と分かってて受付通したんかなどと罵声を浴びせた。長時間にわたり因縁をつけた後、土下座して謝れ、土下座せえへんかったら店の門壊すと女性店員に詰め寄り、少女2人もはよやれと店員を脅迫して土下座させたのだった。発覚の経緯は、当然のようにツイッターで土下座画像を投稿したことによるものである。2015年1月にこの3人が強要罪で逮捕され、寺賀隆也が懲役8ヶ月の実刑判決を受けたほか、女性2人も家裁に送致される処分を受けた。いわゆるバカッターの一種であるが、非常に悪質であり、こんな奴らに土下座させられた店員さんの屈辱や怒りは想像に難くない。不謹慎かもしれないが、青木や寺方を追及した人たちは個人的にはよくやってくれたなと思うほどだ。野放しにしていれば、いずれまた違う形で土下座をさせられる店員さんもいただろう。確かに一個人が人を裁く権利はないという理屈もわかるし、もっともである。しかし警察が動かない、加害者に然るべき制裁が行われていないなどという時に活躍している背景もあり、とある新聞社が英語版サイトで何年間も日本を貶めるような事実無根の醜悪な記事を世界に向けて発信していた問題では、記者の方々による大規模な抗議活動により社長が謝罪するに至ることもあった。逮捕された奴らは、土下座させている最中はたまらなく楽しいのであろう。ツイッターに画像を上げているのが何よりの証拠である。一時の優越感を得るために言ったかもしれないが、懲役を受けて一生後悔してほしい。被害者の精神的苦痛はこいつらの比ではないのだから。